ではお待たせいたしました本日はお忙しい中多数の方にご参加いただきましてありがとうございます第二部の合同記者説明会を始めさせていただきますなお本日の説明会におきまして会場内十分な距離を確保しておりますが感染予防の観点から念のため登壇者もマスクを着用しております ご挨拶説明の際にはマスクを外しますので、ご了承お願いいたします。それでは、えー、まず初、えー、めに、えー、資料1につきまして、えー、理化学研究所、計算科学研究センター、松岡聡地センター長より、挨拶及および全体趣旨説明を申し上げます。よろししくお願いいたします、はい、皆様こんにちは理学研究所 計算科学研究センターセンター長の松岡でございます本日はですねあの今回サントリーおよびトッパン各社あのその2つの会社とですね我々がどのように飲食業における新型コロナウイルス対策において共同で当たっていくかというところをご説明するそのような場でございますでは次のスライドお願いします ま,あまずは最初に富岳のことを若干おさらいいたしますと、まあ、富岳というのはまあ我が国のフラッグシップスパコンで新しく開発し、まあ、もうすぐ教養が開始されるわけですがその富岳というのはアプリケーションファーストすなわち世の中の関心事の高いさまざまな社会問題を解決したり産業を育成したり科学の問題を解決したりそれのために作られたそのようなマシンでございます。でそのの性能というのは、まあ 今回新しく開発されたフジテツビと共同で開発した CPU というのは世界トップの CPU であるとすなわち3倍の競合まあ競合する CPU と比べて3倍の性能3分の1の省電力およびそれにとどまらず非常に広いエコシステムすなわちスマホで動くようなプログラムをそのまま動いてしまうとそのようなマシンでございます。 で特にその付額同じプログラムですねあの例えばあのスマホにおけるあの同じような OS を動かそうと目は動くわけですけれどもそのスマホと比べても約2,000万倍の速度があるとすなわちあの同じプログラムを動くけれども速度としては2,000万倍これは2,000万台のスマホというのは日本で販売される1年間のスマホの台数とほぼ同じでございます。ででですので、まあ、付額はある意味で言えば 非非常常にに強力ななススパコンでですすが非常に使いやすいや巨大なスマホであるというも言えます。で、この開発というのは理化学研究所富士通を中心とした計算の科学いわゆるその計算機科学ですねコンピューターを作ったりする方そちらと日本全体の計算による科学計算科学ともいいますがさまざまなアプリケーションの方々との非常に密なアプリケーションファーストのコーデザインでこの まあ、いわばムーンショ富岳というのはそのような使いやすさと性能からソサイティー5.0において中心的な役割を果たすということが期待されています。で右上の方にこれは内閣府のスライドですけれども右上,右上の方にさまざまな社会問題が書いておりますが、まあ、エネルギーだとか医療だとか医療健康だとか食料等がございますけれども。 まあ次に進めてくださいこれらはその富岳が開発された重点課題や生活創出の目標とほぼ一致してございます。しかもこれがそのサイバー空間であのこれがどのように解決するかというとサイバー空間でいわばあの社会をシミュレーションしてデジタルあのサイバーフィジカルシステムだとかデジタルツインとかそのような言い方をしますがシミュレーションしてそれらに当たるということになるわけですけど次お願いします。これはまさに あの、富岳はですね。と最も得意とするところでございます。さらに、まあ、そのシミュレーションしたものを、そのセンサーからの入力と当てたり。ないしは、AI で解析したりするわけですが。次お願いします。まさに、そのようなところに関しても、富岳では当然ながら、そのために作られておりますので。まあ、世界一、それらが得意なマシンであると。いうところで、次お願いします。まあ、富岳が、今後、ソサエティ五点ゼロ。に関して、中心的な明かりを果たしていくと。いうことが期待されます。 次お願いしますでそのある意味で一番最初に富岳に対するチャレンジとして、まあ、社会問題としてその「ソサイティー5.0」の考え方からまさに直面あの社会が直面して富岳が解決することが期待されたのことが今回のコロナウイルスでございます。でまあさまざまな課題研究課題が動いていますが今日はこの右上のですねあの飛沫およびエアロソールに関するこの感染のシミュレーションと それをどのように防御していく。今度はあの研究がある意味で新しいステージに入ってまいりまして、それをどのように防御していくかとそういうところが今回のその研究の大きな焦点となっております。次お願いします。でこれに関してですね、あのまあ、もちろん他の課題も含めてですね、様々ざまな、えー、社会のですね主な主だったる機関と連携をさせていただいております。 まあ行政としては当然ながら文部科学省でありますけどその他にも国土交通省や内閣官房及び神戸市等のですね地方自治体これらと共同してさまざまな資源を提供していただいたりさまざまなアドバイスや専門家とのコネクションを達成していただいておりますし、まあ、一番最初のこの坪これはチームリーダーのですねプロジェクトがこちらのプロジェクトが始まった時は各 教育研究機関だけではなく鹿島や代金などの空,あの空調ですねあのビルの構造や空調の専門会社と協業をさせていただいておりましたおよびまあ国際的にもあのシンガポールとかですねあとは最近ではアメリカ等とも協業しておりますでその研究が進むにつれてさまざまな社会的セッティングにおいてどのようにそれかの感染が今防止できているの防止できていないの飛沫感染ですね それをどういうふうに今後設計していけばいいのというところでいろんなところのいろんな会社がですね企業が関心を持っていただいて一緒に研究をしていきたいというところでオファーがございましてそれらにいろいろレスポンスする形で共同研究をさせていただいているところでございます。特に今日本日日本本はですねサントリー突販この2つののつ会社がぜひ飲食業 これに対して何とか対策ができないかは詳しくは後ほど両説にございますのでここでは申し上げませんがぜひ日本の飲食業をある意味で救いたいとそのために我々とぜひ共同でそれにあたりたいという申し出がありましてそれはもう非常に我々としてもその、まあ、意を同じくしたいそのことで今回の発表に至ったわけでございます。お願いしますでまあ、最後のスライドですけれども まあこのように富岳というのは今後ソサイティー5.0の実現これに関してですね活躍していくと今回コロナですけれどもあのコロナに限らずですね今後そのソサイティー5.0のそのような推進を行うのまあその我々の中での機関とかですねそのソサイティー5.0向けの富岳の計算リソースを割り当てる推進枠これらを今計画し 2021年の富岳の教養時教養開始時にはそれを明示的にプログラムの一部として取り入れてその拠点を中心として各企業とこの社会問題の解決にあたるという形で提供していきたいと思います。そ,んな、まあそのようなわけで,ですねあの今後も富岳の活躍に期待していただきたいんですが特に本日はですね先ほど申し上げた通り飲食これをどうするかというところで、えー、今回 その点に着目して理化学研究所サントリー突販の方からご説明をさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはいありがとうございましたでは続きまして資料2につきまして理化学研究所計算化学研究センターおよび神戸大学教授の坪倉チームリーダーより フェイスシールド関連の研究成果説明を行います。よろしくお願いいたします。はい、坪倉です。よろしくお願いします。はい、じゃあえっと私の方からはですね、えっと実際にですね、えっとまあえっと飲食業に対してですね、えっとまあ経済活動えっと元に戻す。 そういったところでですね、どういった形でですね、えっと、感染リスク低減ができるのかという観点から進めたですね、研究を紹介したいと思います。えっと、これ、えっと、午前とですね、えっと、少しかぶってますけども、まず、えっと、飲食店における、えっと、飛沫感染リスク評価ということでですね、えっと。 正直言うと、まあ、かなりリスクとしてはですね高い状況にあるわけです一つは、えっとまあ、人が密になるということと飲食する時にはどうしてもマスクを外すということになりますさらに、えっとまあ、居酒屋みたいなところだと会話も発生するということになりますでこういったところ、まあ、つまり飲食店人と人との距離が1メートル以下になりますそして、えっとまあ、あのマスクを外してしゃべるとこういったところでどういった対策があるのかっていうのを、まあ、検討したわけです。 でここではですね1分程度会話をした場合っていうのを考えてみます。で会話に対してはですね英語で123と10まで5.5秒で発話してそれを繰り返すというふうにしています。これなぜ12345じゃなくて英語なのかっていうところあるんですけどもなかなかですねしゃってる時に飛沫がどれぐらい飛ぶのかっていうところに関するですねデータっていうのがなかなかなくってですね我々も独自に あの計測はしてるんですけども他の、えっと、論文との比較検証という意味で言うとです、ね、やっぱり英語の方が論文,文献があったということであの今回は英語にしております、えっと、英語と比べると多分日本語の方が飛沫の量っていうのは少し変わってくるかと思うんですけども少し、えっと、リスクのある方に向けてるかもしれないですねこれはで、えっと、想定としては4人がです、ねえっと、座ってて、えっと、1人あの左下の図のところに感染者がいたときに、まあ、どういうリスクがあるのかというそういう評価をしてます でテーブルはです、ね、0 6 × 0 6ルの小さな正方形のテーブルを2つ,2つ並べてですね人が座っているという状況です。隣同士は0 4メートル前方は、えっとまあ、0 6メートルプラス、えっと、テーブルから人までの距離がありますので、まあ、0 8メートルぐらいというそういう状況で人は、ね、1 7 0ンチの人がこう座ってて口の高さが1 2メートルになりますね。 でまずこの状況でですねえっと普通に話をするとですねえっとどういう状況になるかっていうとまあ、正面にこれ向けてこう喋ってるときですねで大きな飛沫がえっと淡色系で書いてあって小さな飛沫えっとエアロゾルが青で出てますでこうやって見るとですね1から10って数えているんですけども特に2とですね。 えっと、7かななんかそこで非常に強い流れができてですね前方の方に人がに飛沫が当たっているとでこれは体、え、格、っと、上にしてもやっぱ状況っていうのはこう同じになりますで一番ワーストシチュエーションっていうのは横向きですねこんな形で横向きに話をするとかなりの数の飛沫がかかるというのが分かりますで具体的にですねじゃあどれぐらいのリスクがあるのかっていうのをです、ね、こう定量的にですね数値として評価してみます。 それ,からまあこ,れこの結果ですけども、えっと、棒グラフはです、ね、左、真ん中、右から順にです、ねえっとまあ、感染者はすべて左人の人で、えっと、左はです、ね、感染者の正面にいる人のリスク真ん中は蓮向かいに座っている人のリスク右は、えっと、隣に座っている人のリスクで、えっと、その人に到達した飛沫の数をです、ね、全飛沫の数に対する比率ということで書いています。 でまず面白いことは前の人に対するリスクというのは、えっとあのま、あのこの感染者がです、ね、前向きにしゃべった時に一番高くなって他のケースだとほとんどあのリスクないんですね実は。で蓮、えっと、向かいの人はやっぱりですね自分の方に向けてしゃべられた時に一番リスクが高くなるとであと他のケースではほとんどリスクないと。 でワーストシチュエーションは隣ですねあの評価者はこの人で感染者が80度ほぼ横向きにしゃべった時っていうのが実に発生する飛沫のですの、ね、30%近くがです、ね、この人に到達するということになります。でリスクの比率はですね正面に座った時を1とした時にです、ね、初向かいの人は4分の1程度まで下がります。で隣の人は正面の人の5倍ですね5倍リスクが高まるという状況になります。 こういった状況をですねどうやって回避するのかということでですねえっとサントリーさん突破印刷さんとですねえっと相談、まあまいろいろ議論を重ねまして今回はですねこういった4つの形のですねえっとまあ、マウスガードを考えてみました他にも対策としてはですねパーティションであるとかいろいろま対策はあるかと思うんですけどもえっとまあ、会話がうまくいかないとかですねいろいろ考え方があってですねそういったところからはですねまずはマウスガードを試してみようということです。 で形としてはですね一番左下はですね口元のみをこうカバーするものですねで左から2番目は口元と鼻を両少しこう高くしてですね両方カバーするもので3つ目はですね顎までこうここまで覆ってやるものですねで4つはですねマスクに結構近い形状なんですけどもこうお椀型をしてですね口を覆うとでこれでそれぞれどういう効果があるのかというのを検証しました。 でこれがその図で,です、ねえっと、左上がです、ね、これ口元だけをカバーしたケースで右上が口元から鼻まで,で左下が顎までこうカバーしたケース。 で右下がお腕状のものということになりますあのまあ,あのこの中で一番悪かったのは口元のみをカバーするケースで、まあ、下にも上にもですね下には重い飛沫が落ちていきますし小さな飛沫つが上からどんどん出ていくというそういう状況になります。で腹までカバーするとですね少しマシになるんですけども依然下からはどん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 漏れている状態になりますね。 でこれあの顎までカバーしてやると当然ですけども下に落ちるものがかなり減ってくるということでだんだん良好な状態になってきますで。じゃあ今回やった中で一番良かったのはどれかっていうとこのおワン型になりますね。でおワン型見てやるとですねあの面白いのはですね小さな飛沫っていうのは形にかかわらずですねもうどん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 出ていっちゃうのかなと思ったんだけど結構おわん型にすることによってですね、えっと、漏れ出る量っていうのはかなり抑えられるなっていうのがこの結果からも分かります。 でこれは横にしゃべったケースでも同じでして、えっと、基本的におわん型っていうのがです、ね、一番いい形をあの、一番いい、えっと、結果を出したっていうのがわかります。 えっと、横にしゃべってるケース何もなければですねどんどん顔に降りかかるような、ね、状況だったわけですけども直接飛沫化がかかることはですねまずマウスガードで結構抑えられてるなただし、えっと、エアロゾルに関してはどうしても漏れてしまうんですけどもこの中ではですね、えっと、お椀型でカバーしたものが、まあ、エアロゾルの出方っていうのも一番小さいということが分かってきました。 でより定量的にです、ね、数値としてです、ね、定量化させてみたのがこのグラフでしてそれぞれ左から右にです、ね、マウスガードの形口元口元と鼻を顎から鼻までを最後は右が端がおわん型ですね。 でえっと、マウスガードに付着した量をです、ね、青で書いてあってです、ね、空気中に放出されていく量をオレンジで書いていますつまりオレンジが多いほど、えっとまあ、あのリスクが高まるというわけですけども口元のみを覆ったケースに対してですねん型にしてやることで、えっとまあ、あのエアロゾルの放出量で約半分まで抑えられると。 ということが分かりましたもちろんこれだけでですね、えっと、マウスガードでも安全ですよというつもりは我々は全くありませんあのつまり安全性を保障するものではありませんあの必ずです、ね、放出されたエアロゾルに対する対策と、えっと、両方する必要があるんですけどもあともう一つは、まあ、マ,ウスとあのマスクと比較するとどうしてもマウスガードっていうのはエアロゾルはあのより漏れてしまうんですけどもあのそういった意味で言うとですね、えっと、エアロゾルと、えっと、かんに対するまあ換気ですねこれを併用してやることで,で ですね、ある程度使えるものは提案できるんじゃないかなというふうに思ってます。あ,のあと、もちろん接触感染に対するリスクもありますから、と一つだけで過信するんではなくてです、ねいつ、いくつかの対策をあとあの並行してです、ね、行うということで、えっと、飲食店の、えっと、リスク低減にかなり貢献できるんではないかと、そんなふうに思ってます。以上です、はい、ありがとうございいました では続きまして資料3につきましてサントリー種類株式会社代表取締役社長、山田賢治および突版印刷株式会社取締役専務執行役員、荒井誠より挨拶及び説明を申し上げます。よろししくお願いいいたしますはい ただいまあのご紹介いただきましたサントリー種類の山田でございますどうぞよろしくお願いします私からは飲食業における新型コロナウイルス対策に関して先ほど理化学研究所の坪倉先生から発表のあった研究結果を参考にさせていただきながら突破印刷様と一緒に開発している飲食の場にふさわしいフェイスシールドシールドに関して ご説明をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。では次お願いします。えー、まず私たちサントリーは、日本の外食は世界に感たる日本の文化であるというふうに考えています。えー、日本人ならではのおもてなしの心を感じることができる。えー、大切な人と語り合い、えー、みんなで笑い合える場でも場所でもあります。えー、人々の心に潤いを与えてくれて、人と人のつながりを感じることができる。 大切な文化だといいううふうに思っていますす次お願いしますまたサントリーは飲食店様と一緒に日本の飲酒文化を創造してまいりました1950年代には日本全国にできたトリスバーは日本の洋酒時代を切り開く原動力となりました2008年頃に居酒屋を中心とした核ハイボールのご愛好をきっかけに 長年縮小していたウイスキー市場復活につながりました。またサントリーは1963年にビール事業に参入いたしましたが、絶えず飲食店様と一緒にお客様が飲まれる際の飲用,飲用時品質向上に取り組んでまいりました。それが現在のザ・プレミアム・モルツというブランドにつながっています。サントリーという会社は飲食店様に育てていただいた会社でございます次お願いします。 そのような飲食店様が今、新型コロナウイルスの影響により、非常に厳しい環境にさらされています。3月以降、外食市場全体が影響を受ける中、特にパブ、レストラン、居酒屋等のお酒主体の飲食店様は大きな影響を受けています。4月、5月という一番厳しい時期は脱し、直近は各種報道や、 町場の様子を見ている限り人手が戻りつつありますが厳しい経営,経営環境にあることに変わりはありませんまた日本のみならず世界中の飲食店が新型コロナウイルスの影響により大きなダメージを受けています次お願いしますこのような飲食店サブの厳しい環境に対し私たちサントリーに何ができるのか久しぶりに飲食店を訪れたお客様から やっぱりお店で飲む生ビールやハイボールは美味しいと感動されているお声をたくさん耳にいたします。私たちにとってこれは本当に嬉しいことです。飲食店様と一緒になってお店で最高に美味しい状態でお酒類をご提供いただく活動はこれまでも継続して取り組んでまいりましたが外食の素晴らしさ外食の価値を改めて感じていただきたい今こそ これまでで以上に力を入れて取り組んでいます次お願いしますまた、コロナ影響が拡大する中、プロジェクティブに飲食店様を応援する取り組みを積極的に行ってまいりました。5月末には、咲き飯という自分のお気に入りの飲食店に食事代を先払いし、新型コロナウイルスの影響が落ち着いた時期に食べに行こうというプロジェクトと広く連携をさせていただきました。 7月にはお店に来ていただいたお客様に感謝を伝えるという趣旨で食べて飲んで元気をというキャンペーンを実施しました次お願いしますこのような活動を行ってまいりましたが先ほどご説明させていただいた通り未だ飲食店様を取り巻く環境はコロナ前の状況に戻ってはおりません飲食店様を応援するために飲食の場に適した感染対策はないか これまで飲食店様向けのノベルティや反則ツールを一緒に開発してきた突破印刷様と一緒に検討してまいりましたそして飲食の場にふさわしいフェイスシールドの開発をスタートさせました開発にあたり重視したポイントは簡便さ飲食のしやすさ表情が見える飲食の場にふさわしい見た目運用面の5点でございますただし 私たち2社では大きな課題がございました。安全性に対する科学的な検証ができないということです。次お願いします。そんな折、理科学研究所様が新型コロナウイルスに関する研究をされていることを知りました。私たちの思いを,思いをお伝えしたところ、ちょうど理科学研究所様も研究成果の実用性を検証する機会を探しておられ、 今回の三者での共同取り組みが実現しました。次お願いします。あ、そ、そ、戻ってください。科学的検証、科学的検証を理化学研究所様、実用性の検証と具現化をサントリーと突破印刷様が担う形で、三者の共同取り組みという形になりました。次お願いします。では、具体的に、 実用性ををどののようにに検証すするのかについいててご説明をさせていただきますえ実際に飲食店様で飲食されているお客様にご協力をいただき、フェースシールドをお試しいただき、アンケートにお答えをいただくという形式でございます。安心感、衛生面、利便性の観点でアンケートを行います。また、併せてお店の方に運用面に関するアンケートを行います。 先週から開始をしたばかりなので、まだ結果は出ておりませんが、安心感が高まる、意外と簡単というようなお声を頂戴しております。一方で、使い慣れしてないので、若干違和感があるというお声も頂戴しています。こういったお声を参考にさせていただきながら、アセスメント調査の結果に基づき、実感性を目指してまいります。もちろん 今回開発しているフェ,フェイスシールドだけで、完璧に感染が防止できるわけではありません。松岡センター長様、坪倉先生もお話をされてました通り、店舗の十分な換気、消毒、検温をはじめとした感染防止対策と併用することを推奨いたします。では、現在開発中のフェイスシールドに関して、突破印刷様にご説明をいただきます。 新井専務様よろしくお願いしますはい、えー、ご紹介に預かりました突破印刷の荒井でございます私からは本取り組みにおける突破印刷の役割、えー、特に飲食の場でご活用いただけるフェイスシールドの開発を進めておりますその具体的な内容についてご説明させていただきます、えー、突破印刷は新型コロナウイルスという未曾有の社会課題に対し 何とか世の中の役に立てないかと考えさまざまな取り組みを行ってまいりました弊社は企画・開発・製造などものづくりに関わる部門を社内に有しておりますこれまでも写真にありますようにソーシャルディスタンスを啓発するフロアステッカーシートや低コストで簡単に導入いただける紙製の消毒液ボトルスタンド オフィスやお店などにご利用いただくためのパーテーションなど、素材や形状、用途を問わず、さまざまなオリジナルコロナ対策ツールを開発し、展開してまいりました。それ以外にも、抗ウイルス対応パッケージや、抗ウイルス抗菌加工化粧シート、遠隔対応ソリューションなど、ウィズコロナ時代に対応した製品、サービスを提供しています。 サントリー様とも数多くのお仕事をご一緒する中でサントリー様の企業活動をサポートするさまざまな開発案件にも携わらせていただいておりますそして今回開発パートナーとして飲食に特化したフェイスシールド開発に参画させていただきました具体的なフェイスシールドの開発を進めていくにあたり ユーザーにとって飲食の場にふさわしいフェイスシールドとはという視点に立ち検討ポイントを整理いたしました少し山田社長とダブルとこありますが簡単にストレスなく装着使用いただくための簡便さ飲食時にご使用いただくという点に抑えた飲食のしやさ楽しい飲食の場において お互いの表情が見える見た目という点も重要だと考えましたさらにはお客様や飲食店様にとって使用管理しやすい運用面についても考慮する必要があると思っておりますまた当然ながらフェイスシールドとして飛沫を防止するという安全性は理化学研究所様の不学による検証という科学的根拠 研究成果を踏まえた形状に検討することとしておりますこれらを踏まえ、具体的にフェイスシールドの形状に落とし込んだイメージがこちらになります。本日は開発段階のプロトタイプでありますが、実際のサンプルもお持ちしました。これになります あのメガネタイプのフレームを採用した誰でも直感的に装着ができ髪型を崩す心配もありません鼻と口を守るシールドはメガネから伸びたフレームを動かすことで簡単にワンタッチで開閉できストレスなく飲食を楽しんでいただけますまた会話の際はワンタッチで元の位置に戻してお使いいただけます フレーム、シールドともに透明な素材を採用し、フレームパーツも極力削減した構造により、お互いの表情が見やすく、見た目の違和感もできるだけ抑えられるよう配慮しております。ご自身で眼鏡をかけの方も、目のシールド部分が不要な場合は、簡単に取り外すことができます。安全性という点では、理化学研究所の坪倉先生が発表された 検検証結果ににありりままししたお椀型の形状をを参考に構造を検討しております現在はプロトタイプでありますが、今後、理学研究所様の飛沫検証や、サントリー様とのアセスメント調査の結果を踏まえ、ブラッシュアップを進めてまいりたいと思っております。この3社の取り組みが外食産業の活気を取り戻す一助になることを願っております。私からの説明は以上となります。 引き続き山田社長様、よろしくお願いいたします。荒、はい、井専務様、ありがとうございました。日本の外食は世界に冠たる日本の文化であり、その文化を絶対に守っていきたいと、この思いを胸に、理化学研究所様、突破印刷様と三者共同で取り組みを進めてまいります。次、お願いします。まだ開発段階であり、実用性の検証をスタートさせたところでございますが、 少しでも早く世の中に普及させたいという思いを突破印刷様にも共感いただき最終的な設計情報が完成した暁にはどなたでも生産、ご利用できるようにオープンデータ化する予定でございます飲食業の苦境脱出に向け精一杯取り組んでまいります以上ですご清聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました